それでは皆さん、おたすけさんの子供の頃の思い出を歌います。お母さんの歌いらっしゃいませ、あら、こんにちは、こりゃどうも、これからお出かけ、街を行けばどこかで声がするような優しい店先、お豆腐を買って、お肉を買って、それからクリーニング屋へ、今日はどっちのスーパーへ行くの、おもちゃ屋さんの前へ通るの、明日はお父さんお休みだったら、ホットケーキ作ろうか、お昼を食べたら川まで行って、魚釣りしようね、今日はコロッケ、明日のお弁当は海苔といつもの卵焼きがいい。7時になってテレビ見るんなら、宿題早く終わらせて、机の上が散らかってるから、怒られて泣きべそかいた、オレンジ色の明かりはつけててね、怖い夢見たから、何にも怖いことないよって笑う、一緒に寝ようよ、明日のお弁当は海苔といつもの卵焼きでいい。「明日はお父さんお休みだったら、ねえ、キャッチボールしてよ、本屋によってコロコロ買うの、お小遣いちょうだい、明日のお弁当は海苔といつもの卵焼きでいいのに、お花を買って銀行も寄って、水屋のお菓子もなかったね、今日はどっちのスーパーへ行こう、おもちゃ屋さんの前通ろう。